陣地に出しやすくする薬、ラキサトン、これを今からちょっとアプリで飲ませますからね。で、飲める、お家で飲ませれそうだったらできれば飲ませてほしいんだけど、この注射器使って、で、ここから、まあだいたい 0.6、0.7cc ぐらい、こんなぐらい、こんなぐらいを使ってやると、まあ今 1cc ぐらい入ってたんですけど、ちょっとぐらい多くても全然構いませんので、0.7 でこれぐらいが 0.7 ですね。はい、で今ここまで入ってるからこれ 1cc ぐらい入ってしまったんですけど、これを飲ませる。でこれをちょっと1日2回ぐらい飲ませてほしい。でそれから先にも飲ませちゃおうかな。はい、じゃあちょっと飲ませますね。はい、じゃあちょっと1回出してください。失礼します。 0.7cc を1日2回ぐらいね。でこっちに顔向けて、こっち飲んで、出て、はい、いい。でね、真ん中に歯があるじゃないですか。はい、とこちらからから、こちらからから切ってください。失礼します。真ん中に歯があるから、歯がない、ちょっと横に行くと歯がないで、ここに歯がありますね。ここ歯ないですよね。でここからちょっと奥にちょっとだけ奥に入れて、それでスーッと入れると、大抵の子はモクモクモクと、あ、この味嫌いじゃないね。あ、よかった、嫌いじゃない子はあそこまで奥まで入れなくてもいい。あ、なるほど。うん、プリコちゃん、プリコちゃんだね。それとちょっとあそこ綺麗にしよう。すみません、これがもうすごい、これだから、いやだけどね、これ普通こんな風にならないからさ、もしかしたらですね、レントゲンで映る石もあるんだけど、映らない石もあるんですよ。そういうのがね、膀胱にあるかもしれないんですよね。だから必ずこの子おしっこがジャーッと出てるのは確認してほしいんですよ。あ、でも出てます。で、どうなったら相談してほしいかというと、頻尿、おしっこしたのにまたおしっこするような格好を何回も何回もしてる時か、ここまで。あ、ちょっと綺麗にしよう。すみません。毛玉が、油があるからなりにくい、なりやすいって聞いたけど、毛玉がさ、よいしょ、お願い、頑張って、頑張ってね、たけちゃん、ごめんね、ごめんね、ごめんね、よし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 お利口だね。はい、お利口だ。はい、楽にして1回。さあ、ほんで体全体には。なんすか。お利口だね、はい、1回離してください。オッケー。すごいよね、毛がなんか抜けそうだね、この子。節が悪いんですかね。そういうのでいいんですかね。目の細かい節を上手に使うと。結構先やっちゃっていいんですね。なんか怖くて。で、あの、お腹すかしてさ、手から食べさせながらやってほしいんですよね。ブラッシングも。ああ、なるほど。だって、これもさ、食べちゃいますよ、自分で。毛もですね、そうですよね。よく、お尻気になるみたいで、やっぱり毛玉が増えて、いつもこうやってやっちゃって、多分食べてる。ごめんね、ここはちょっと足が邪魔するから、ちょっとだけ広げてみる。そう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 。もしもこれぐらい、いつやったんだっけ？この間だもんね、16日にレボリューションしておけばいいんだよね。はい、じゃあこの子のカゴを。ああ、持ってきてください。カゴというか入れ物ね。あ、そうですね。はいはいはい。そうか、これもかじってるね。うん、もう何でもかじって、何も全部かじっちゃう。絶対入ってるね。やばいですね。すいません。最初分かんなくて、結構置いちゃって置いたら知らない間に全部かじっちゃって。だけどこのカバンは慣れてるもんですから、これだといいんですよ。あとやっぱりティッシュで拭いてると、あの掃除してるとそれも食べに来るんですね。ティッシュを食べる、ティッシュが大好きみたいで、ちょっとこう
中にケース入ってる時に掃除する時についてきてプーって食べて、それで